デデデデビデビデビデデデビデビデデデデデ。はい、せつなけいすけです。やっていきます。始め方雑でしょ。そこにあれを、黒い愛情の宝石、歪んだ方向に向かった愛の研究成果、歪んだ方向に向かった剣、黒い愛情の宝石って言うんだよ。なるほどな。え、これじゃない？え？うん。え？ちょっと待って。持ってきたよ。なあ。え？うん。え、黒い愛情を捧げようってそういう意味じゃない？え？ちょっと待って。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。え、何これ？え？え？あ！え、なんだそれ？右からじゃないとダメ的なもんあるん？なにそれ。開いた。これで先に進めるな。なんだい、方向が間違っとったんかい、こっちか。びっくりしたやないか。おっと、新しい謎解きです。新しい謎解きですよ。これはゲーム内のとある男の分析結果をもとに導き出したものである。1、課金をする人はお金をよく使う。だからお金をよく使うから課金するんじゃない。いや、課金のためにお金をよく使うんじゃなくて、え、課金をする人はお金をよく使うっていうのはもう当然じゃないかな。課金するためにお金をよく使うわけやけんさ。2、携帯ゲームが好きな人は課金する。それはちょっと意向ではないと思うな。確かにちょっとコアだったら課金するかもしれんけど、携帯ゲーム好きだかと言って好きやけど課金せんって人もおるし、俺せんし。3、課金する人は熱中しやすい。熱中しやすいから課金するんじゃないかな、これにより正しく導き出される道は一つ。なんだい、なんだかな、結論がまとまってないかな。なんだい、なにこれ、さっきになんかしてしまったけど。閉じておこう。なんか動きよってな気がする。熱中幸せ。お金を使わない。あ、なんこれ、そういうタイプのやつか。逆とかそういうやつじゃ。逆とかなんか数学で習ったぞ、これ。じゃあ結論的に言えば、正しく導き出される道は一つでさ、その道を通れってことだ。開いてさ。課金する人はお金をよく使う。携帯ゲームが好きな人は課金する。課金する人は熱中しやすい。一つずつ考えていこうか。お金を使う人は熱中しやすい。あー、なんかややこしいなこれ。お金を使う人は熱中しやすい。課金する人は熱中しやすいっていうわけやけん、課金する人はお金を使うがあるんだろ。じゃあこれじゃないかな。短絡的発想でゴーゴーゴー。危ない、浮いてる。でもあっというような気がするけん、もうこのまま。あ、あれ、ちょっと、あ、動き方おかしい。動き方おかしいやん。動き方、よいしょよいしょ。あー、多分正解だと思うよな。正解だと思うんやけどな。クソ野郎。ベラボーめ。セーブしなかったぞこら。多分宝石の大きさは関係ないんだろうな。多ければいいんじゃん、多ければ。よし、じゃあもう一回行ってみよう。多分問題はないと思うよな。これがちょっと邪魔なだけでさ。よいしょ、パターンを覚えて。よいしょ、ここのストレート、よっしゃ、いけた。よっしゃ、イントゥー。なんこれ、扉が後には戻れないってことか。これは、こんなゲーム
するんじゃなかった。他のプレイヤーの言葉、お前ら迷信どる、めっちゃ迷信どるぞお前ら、元気出せデビゲー。え、なにこれ、え、間違っとったわもっと考えるべきだったな。ちょっと考えてきますわ。ちゃんと考えますから、ちゃんと考えますから、考えていきましょう。なぜこれがダメだったか見てみよう。お金を使う人は熱中しやすい。お金を使う人は熱中しやすい。熱中だろう。課金する人は熱中するやけど、課金する人はお金をよく使う。つまりあれだろ、お金を使う人は熱中しやすい、逆になったんだよこれ。課金する人はお金を使うけど、お金をする人は、お金を使う人は課金するってわけじゃないんだ。逆ではないんだよ説明力がないんやけど、つまり課金する人はお金を使うっていうことは、お金を使う人は課金する人とは限らないってことなんだよ。よい意味わかるかなつまりお金を使う人は熱中しやすいってここにあるけど、課金をする人は熱中しやすいってことは、熱中しやすい人は課金をするとは限らないってことなんだ。逆説っていう、逆っていう言葉があってね、何々する人は何々しやすいっていうのがあったら、その何々すると何々しやすい、逆にした時の何々するとき人は何々しやすいっていうのは必ずしも当てはまらないっていう法則があるんですよ。そういうのを数学で習ったことある。これじゃ、これやな。だから課金をする人はお金を使うっていうのと、課金をする人は熱中しやすいってあるけど、課金をする人は、つまり逆にして、課金をする人はじゃない、お金を使う人は課金をしやすいっていうのは必ずしもそうではないっていう意味になるし、熱中する人は課金をするっていうのも必ずしもってわけじゃないよな。つまりどういうことかって言うたら、お金を使う人は熱中しやすいってことは、熱中しやすい人はお金を使うとは限らんのよ。熱中しやすい人はお金を使うとは限らない。ん？よくわからんよね、大体。何が言いたいんだ、俺は。僕は何が言いたい。というわけで、これは違います。ごまかした、ごまかした。携帯ゲームが好きじゃない人はお金を使わない。何だったかな？携帯ゲームが好きな人はお金を使わない。課金するから。携帯ゲーム好きな人は課金をする。課金をする人はお金を。お金を使う。携帯ゲームが好きじゃない人はお金を使わないとは限らない。そういうことだ。これは違うな。あれ？だから、だったらこれが、ここをダメってことだろ？了解した。お金を使わない人は熱中しない。そんなことないと思うわそんなことないと思うわ課金する人はお金を使う。つまりお金を使う人は課金するとは限らないだろ。つまり課金すると熱中、わからないな、こっち見よう熱中しない人は携帯ゲームが好きではない。これ当てはまってない気がする。難しいなこれ。熱中しない人は携帯ゲームが好きではない。熱中課金、熱中する人はお金課金すると限らないだろ。課金する人は携帯ゲームが好きとは限らない。熱中しない、わからんけん、もう適当に行く、もう適当に行く、僕適当に行くもんね。あ今のなし、今のなしです。あ、こっちやな、こっちやね。お前らやめろ、お前らやめろ。あー、どんどん行こうぜ。こうやって合ってるぜ。命大事に。
よーし、多分これでいいわ。あれ？あるやないか、バカ言うな。あるやないか、見えたわ今。なんかちょっと色違うなって思ったわ。バカ言うな。やったー、また道をつなぐことができたけど、これ道通るときはいつになるのかな。でここ来た。なんだこれ、なんだねこれは。なんだかよくわからん。みこっちか、こっち行けってか。終わったらこっち、ちゃうん。あれ、じゃあこれ他の道にもなんかあったんかな。これよく見たらなんか道あるぞ的ないな。ないような気がするな、これないような。てかもう導き出される人、導き出される答えは一つなんやけん、ここ終わったよな、ここの下り終わったよな絶対。だとしたらどこ進めばいいんでしょう、わかりません。そしてエース、ね、このこうできる、こういう通り方できるっていう方法をね、攻略サイトさんに聞いたんですよ。攻略サイトさんに聞いたんですよ。うん、すいませんね。実力は発揮できなかったぜ。それよりセーブさせてほしいぜ。そんなひどいプレイをしている俺でもセーブをさせてほしいぜ。なこれテトリスかな、パズルゲームかな、落ちゲーかな。4連鎖ができる。消える順番にこの部屋にはびこるモンスターを倒せ。ちなみに開いているマスに赤、青、黄色、緑の中から好きな色のモンスターを1匹置くことができる。開いているマスに組を4つつなげて消す。あの有名な落ちゲーと同じルールか。あ、こいつは3つで消えるみたいだな。3つで消える。もうそれ、こういう考えるのはもうやめてほしいんで、ちょっと次のパートに回します。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。 See you again.